今日はレイリさんに連れてきていただいたこちらで37年マッサージをやられている先生であり、レイリさんの人生でとても重要な恩人だというシャー先生を訪ねにやってきました。こんにちは。お久しぶりです。そうなんです。どれぐらいお久しぶりですか？もう3年後のあるでしょう。そうですね。お子さん小さいの時、ご主人と一緒にいらっしゃいました。そうですね。先生日本語もすごいお上手なんですね。いや、そんなことはないです日本語を塾勉強しました。若い時ね、こちらで教えてもらってた時も、もう日本語はもう上手でした。いや、そんなことはない。もう私の日本語の先生です。いえ、お互いにということで、はい、でもその時で先生のところに、はい、習いに来ようと思ったのは、はい、どういうきっかけだったんですか？そうですね、はい、教えていただける先生を探して何軒かお店を見たんですけれども、はい、シャン先生の施術を受けた時に、はい、とても技術が素晴らしくて感動して、はい、あと先生のお人柄が何より素晴らしいので、もうすごいにこやかな。そうなんです。もうその場で施術が終わって足つぼをやってもらってから、そのまま先生に教えていただけますかっていうふうに申し出ました。飛び込みでそうなんです。それすごくびっくりされたんじゃないですか、うん、当時突然お客さんが足つぼのマッサージが終わって、はい、習わせてくださいって、そういうことって今までありましたか？いや、実もあります。あるんですか？あ、そうなんですか？じゃあもうその時は今こちら勉強しました。日本のあのそのことの仕事の方も柔軟にあります、そう、すごく経験のある先生なので、はい、もう教えていただくにもお上手ですし、はい、もうとても安心感があります。その時に教えてくださいって言っても、すぐ受け入れてくださったんですか？そんな飛び込みでも OK なんですか？縁があるだけ。縁があったから。趣味あるでしょ。そっか、ね、その時のお話で、うちの先生のご神父さんでも、これみんなで昼のためにこの仕事は、はい、もう安全に健康の仕事です。そして趣味あるの方ほとんどね、一緒に勉強します。なるほど、もともと興味がおありだったから、そうですね、健康法というか、その技術をやっぱ伝えたいっていう思いが沙先生もあって、そこで習われることも。そうですね、はい。リンディーさんもすごく真面目です。あ、真面目な。ありがとうございます。やっぱり先生勉強になりましたらも、はい、仕事もね、もすごく真面目です。時々夜10時過ぎ。あ、そうですね。遅いでも最後な、バスもないの時もあるでしょ。そうですね。あ、もう最後のバスが行っちゃったと思う。そうなんです。そう、終電がなくなるまでお仕事とか一緒にさせていただいて、はい、その時は先生が車で住んでるところまで送ってくださったりとか、もう優しいんです。すごく真面目勉強です。もう仕事も真面目。やっぱり先生の中でもすごく真面目で、それだけじゃなくて、はい、別の技術も勉強しましたよ。今私よりもっと上手ですよ。そんなことはないです。もう大先生、日本で生体もやられて、タイでタイの技術も学ばれて、いろいろね、もっと新しいの、はい、技術も多いの勉強しました。やっぱりそういうなんか一緒にお仕事される中でとかでも、さあ先生もちょっとそういう技術とかで刺激をもらった部分とかもありますか？技術はお互いです。自分できませんのところね、できるの方教えてます。じゃあここでお互いの技術の交流もちょっとあったりしたんですか？そうですね、はい、ただ大先生なので恐れ多いですけれども、先生もいつも勉強を続けらっしゃって、ね、大学に行かれて勉強されたりとか、もう常に勉強されてますね。長くやられてるのもすごい新しい技術の興味を持って、実は、ね、技術のことはマレはないです。一生涯は免許の、北京語は水無止境ね。あ、ゴールはないってことですか？そうです。もう今日は上手ですか？明日もっと上手に。そっか、この精神に一緒に毎日成長していく。そうですね。
そうですね。だこういった先生の仕事に対する姿勢とか勉強に対する姿勢についてもすごく勉強になりました。メリーさんの中での先生の印象はやっぱりそういうずっと前に進まれていく。そうですね、そうですね、もう一生勉強されて、うん、行かれるっていうそういう姿勢もお互いにこう一緒に勉強していきましょうっていうのをいつも言ってくださってました。すごい刺激を受ける毎日ですよね。そうですね、久しぶりに会ってみてどうですか、はい、今日、はい、もう先生変わらないですね、ずっと。いやそんなことじゃないよ、もう肌艶がめちゃめちゃ良くて、もういつもお元気で、毎日楽しみの仕事働きなら年はいくつも忘れました。毎日楽しくお仕事されてるってことですか。そうですね、そうですね。これお仕事が終わったらその先生たちでマッサージし合ったりとかもしたりするんですか、その技術の交流みたいなので。そうですね、はい、ちょっとお互いにやっぱ今日ちょっと肩が疲れてるとか腰が疲れてるっていうのをお互いに練習も含めて施術の試合みたいのをしたりしますね。はい、でそれも勉強の一つにすごくなりますね。なるほど、いやそれもすごくいい関係で。そうですね、それだけじゃなくてよ、私の金もこの仕事、レイリーさんの旦那さんもこの仕事、疲れたの時のお互い、お互いも軽くになれました。それだけじゃなくて、お客さんと似てる、あ、炉の強さ、炉の角度、一番いいとはこれで、もっと向上できるで、ね、もっとね、なるほど、技術高くに誇りです。お二人ともやっぱりパートナーの同じ仕事をされてるってこと で、ね、お互いパートナーのコリとかその疲れたのを癒すだけじゃなくて、その同時に技術の向上も図れるっていうか、もう一石二鳥みたいな。そうですね、日々もう成長できるきっかけがそこにあるってことですよね。そうですね、本当に。